きっと命をかけてこの星を。そうかな。もう声ダメ。そうかな。そうなのかな。私は違うと思うの。きっと死ぬことなんか考えてなくて、ちゃんと帰ってくるつもりだったんじゃないかな。だってエリスよく言ってたもの。またこの次は今度はエリス。他の誰よりも明日のことを話してた。どこ？わからん、目的地なんだ。エリスか。俺様のハイウィンドに一遍乗せてやりたかったぜ。わからない、どこ。11になった。行きましょう、だけど忘れた、どこ。わからない。とりあえずこのチョコボを取りましょう。わからない。じいじの何と言ったわ、忘れた。どこ行く？どこ行きたい、このおっさん。目的地なんだ。目的地だこ。猫を教えて。はい、死んだ家、はい。死んだ、わかってる。どこ行く？はいはい、エリス、はい。古代種の塔か。そっか、古代種の塔、そっか。それはどこ？古代種の塔、はい。確か古代種の場所。エリス。エリスの町、どこ？古代種の塔。どっち？なんだ？こっちじゃない、こっち犬の塔。古代種の塔。これはシッドの場所。古代種の塔じゃない。これはクラウドの場所じゃないね。古代種の塔。プッ。全然覚えない。古代種の塔。からん。地図を見る必要かな。古代種の塔よくわからない。なんで。どこだ。あ、これか。あ、これかな。これ。これじゃないね。このなんだ、これかな、これかな、これエリスのやつ。このメテリアスガシバツ場所、これか。ようこそ自然ボーンブレッジ、ボーンブレッジか。こっちじゃないかな。見らないかな。この森入れるかな。やっぱり怖い。入れる。これは課題種の種。別に入りたくない。もしかなり
問いだから入りたくない。答え詞の詞なんだ。とりあえず解いて今日は終わりしましょう。ちょっと地図見てどこって課題集の集はどこかどうか後で見つかる。はい、お疲れ様でした。